応なんかこの村は幽霊が出るという噂があるらしいです。なんか魔女みたいな格好してる。あ、服装同じ。あなた生きてる？え、生きてる？え？え、生きてるはずですけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクテーションサロン夢の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回はちょっとストーリー性のあるホラー村に行ってみたいと思います。いや、ホラー村ね、私何気に結構ちょっとワクワクしながら生きよるけんね。はい、ということで今回はホラー村のさよなら村に行ってみたいと思います。なんか右回り、時計回りに回っていったらストーリーの真相がわかるらしいので楽しみにしていきたいと思います。ほい、さよなら村に到着。ん、なんかすごい綺麗な感じ。夢の世界へようこそ。あなたは今さよならという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは都のさよならの世界をご堪能遊ばせ。え、なんかすごい綺麗に整った感じやね。とりあえず、時計回りに回っていったら、ストーリーの真相がわかるっていうことらしいんやけど、え、なんかめっちゃ家あっちに固まっとんやけど。かわいいね、服。チャーミンめっちゃ、うさぎの服。見たことない顔だね、はじめまして。うちの名前は、あ、やめとこ。夢の中で乗るなんてちょっとやぼだもんね、チャーミン。チャーミン。口癖、かわいいか。まあ、でも、なんやろ。あの、住人の家にたどり着くまでの間にもなんかいろいろあるってことなんかな。とりあえず、いろいろと、見ていきたいよね。え、こういう、動物たちの家とかはなんか関係あるんかな。その時計回りというのがね、どこまで、ここはまあなんか公園っぽい。いや、びっくりした。やめてくれ。なんかすごいね、こういうの。あるやん、道に。道に。なんか、じゃ名前が思い浮かばないんだけど。あ、そしてちょっと和風なエリアに来た。うん、うん、うん。ホラー村はちょっと、村の外とかもね、こう細かく細かく見ていった方がいいかなと。ん？この辺は大丈夫？これなんやっけ？藤棚やっけ？めっちゃ綺麗。これ誰が提案してくれるやつなんやろ？私のところでは誰も提案してくれてないんやけど。おー、びっくりした。このプレゼントは一体何？手に持つやつかな？あ、服か。なるほど。じゃあちょっと取っていっておこうかな。一応全部開けてみる？でもこんなにいっぱいあるってことは多分服だけじゃないと思うよね。よし。ちょっとこのね、見晴らしのいいところで。とりあえず一通り全部開けていって。あ、なるほどね。スコップとかも置いてくれとんか。うんうんうん。着替えは、あ、スカートかパンツか選べる感じ？あ、なるほどね。スーツでズボンか、スカートか。じゃあ私スカートの方行くわ。じゃーん。これスコップを手に持ったということは多分掘り起こすところがきっとわざわざね、プレゼントとして置いてくれとったぐらいやけん。ね。確実にスコップを使うということなんだろう。びっくりした。あ、すげえ、こういう出っ張ったところにキャンプ場が。その右回り、時計回りっていう中にはこういう浜辺も入っとんかな。あ、だから向こう側、浜辺向こう側があるけど、あっちはなんかあるんかな。んー、特に下には、ヤシの実が植わっとるぐらいかな。あ、なんかある。ここなんかあるよ。違う、手前。はい。落とし穴やった。落とし穴やった、ただの。なるほどね。
本来なら見えずに落ちるっていうところを私が見えてしまったわけだ。月が綺麗だな。月がめちゃくちゃ綺麗。お、なんか青いバラが、あ、びっくりしたい。めっちゃびっくりした。青いバラが咲いてあるよ。え、さよなら。もしかして青いバラの花言葉とかそういうことかな。じゃあ私は、お、なんか青いバラだらけだな。この村の名物、名物、名物っていうんかな。一応なんかこの村は幽霊が出るという噂があるらしいです。なんか魔女みたいな格好してる。あ、服装同じ。あなた生きてる？え、生きてる。え、生きてるはずですけど。生きてるはずですけど。え、あれ、私生きてる？私生きてるよね。はい、それじゃあ1軒目の家に入っていきます。こういうお城のでさ、上の屋根の部分がレンガってちょっと珍しいよね。はい、1軒目。なんかめっちゃ寂しげな感じ。あ、ちなみにこの村はあのグロ表現とかはないらしいんで、ま、あれ、うーっと、ちょっと待って、あー、びっくりした。あー、びっくりした。そっか、グロ表現がない件って言って、驚かし要素がないとは限らない。飴玉が置いてある。子供？この子は幽霊なのか。家自体も時計回りに回った方がいいかな。ただその家の時計回りがどこからかがちょっと よくわからないけど、ここからでよかったんかな。え、なんか至るところに飴が置いてあるの。子供の幽霊が出る村っていうことなんかな。この辺におりそうな気が。やっぱり？やっぱりちょっと心の準備ができつつもちょっとゾワッとしたよ。ちょっとゾワッとしたよ。もしかしてさ、こういうフードとか、外におる女の子とかけとるわけではないか。ん？何この絵？絵なんかなこれ。何これ、サイコロ？サイコロじゃないか。サイコロの6の目じゃないの。ん？ 6？ なんか右上だけ赤丸が見えんような気がする。これ何なんやろ？え、めっちゃ気になるんやけど。え、めっちゃ気になるんやけど、なんか。何あれ。何か謎がありそうな気がするね。ん？ってことは、この部屋にはないの？さっきの。ん、ここにはないみたいやね。こっち側は？ん、ないね。じゃあちょっと、あ、ここからはいけない。はい。はい、それじゃあ奥の部屋に。お、なんかあれだよね。あ、ここにもいる。今度は上に、目立つところにいるよ。電気の前に。こうなんか全体的に同じ雰囲気。あ、ここにも飴がある。この飴も何かしら謎がありそうな気がするよね。びっくりした。夢と思い出がいっぱい詰まってる。あの子のかな。だからちょっと深く考えてしまうよね。これは何か書いてたのか？ほい、そして、右側の部屋へ。ん、やっぱり、なんかね、なんて言うんやろ。ここにもおる。ちょっと今ね、一瞬チラッと見えた気にちょっとね、大丈夫やった。すでにチラッと見えてたから大丈夫だった。なんかね、違和感がすごいよね。わかる？棚とテーブルと椅子の数が半端ない。すべての部屋に。なんなんやろうね。普通の家じゃないよね。ん？それも何か関係があるのか？あ、そして別に、すべての部屋にあの絵が描けてあるわけじゃない。もしかして一つの家に一個とかかな？
そういう感じ？あ、かけてある。なんか赤丸の位置が変わった4つやけど。なんなんやろこれ。文字じゃないよね。赤い丸よね。え？赤い丸でしょこれ。私の目にちゃんと見えてないだけとかじゃないよね。え？なんなんやろ。あの赤丸の位置がなんか関係があるんかな。え？あ、待って、出た。出た、出たー。はい、入り直します。はい、それじゃあ2階へ。おー、2階。2階もやっぱり、家具自体は違うけど、でもやっぱり、すごい数の棚だな。めっちゃ思う。あ、そしてここ2階に上がったら熊に変わるんやって一瞬思ったけど、そこにおるな。そこにいるな。多分ね、黒いフードをかぶった女の子が幽霊ってことなんやと思うんやけど、子供の幽霊ってことかな。あれ、この部屋には飴が置いてない。ん？置いてないよね。置いてない。あれ、今まで全部の部屋になかった飴。ん？気のせいかな。じゃあちょっと地下の方行ってみようか。ホラー村で地下って言ったら大体怖いけん、ちょっと身構えてしまうけど。おぉ。ああ、なんか荒れてるぞ。いや、なんか荒れてるぞ。ちょっとグロ表現ないとはいえ。へえ、ちょっとやだな。え、どこにいるの？あ、そこにいる。ここにいるよ。え、何やってんの？赤丸の数が3つに減った。でもなんか普通に並んだるだけじゃなくって、ちょっと位置がね、赤丸の位置がなんか関係あるんかなって思いつつ、違う方向見るの怖いな。え、これ何の部屋マジで怖いんやけど。なんかめっちゃ、ね、個室、半個室みたいな。何これ、なんか、面接？面接なの？そして何の機会に向かってるのそれ。え、怖いんだけど。なんかロボットに向かって、え、何、話してるとかそういうこと？不気味だよ。はい、じゃあちょっと2軒目行こうか。そしてあんだけ全ての部屋、まあ、私が見切れてないだけかもしれんけど、全ての部屋にあった飴が2階と地下にはなかった。あれ？この人の家？さっきのあの魔女みたいな格好した人は？どこ行ったの？僕のこと見えるの？え、見えますけど。幽霊っていうのは、外、ここの住人さんたちのことかな？え？じゃああの女の子は？あの女の子が逆に生きてる？え、そういうこと？そういうこと？じゃあちょっと2軒目。なんか全体的にでかい家なんかな？こっちは？同じ形の家なんやね。はい、じゃあ2軒目行きます。なんか、1軒目はね、結構、寂しげな音楽やったんやけど、この入ったところが。なんかちょっと不気味な感じやね。赤いカーネーションが飾られてる。お、ここにもあるぞ。これなんか文字書いてない？え？ライフオアです。デッドオアライブ的な？ちょっと言い換えたら。え、やだやだやだ。私、生きるよ。行きますよ。ちょっと待って、はい。じゃあ、左の部屋に行こうか。ここもなんか、椅子が多いな。椅子がめっちゃ多いな。ね。え、なんでこんなに全体的に棚とか椅子が多いんだ？すべての部屋にめっちゃあるよね。なんか大体の家って、本当になんか家の作りしとって、あ、この部屋はなんとかの部屋やな、みたいなのがあるんやけど、
なんか全ての部屋が同じような感じなんよね。それがちょっとすごい不気味。これもなんか書いてる？ Come back。 戻れ。え、なに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 、怖いんだけど。え、これ進んでいったら死ぬ感じですか？え、なに？怖い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 。しかもコンポが置いてあるのに音楽が流れていないというね、逆にちょっと恐怖。はい、それじゃあ、三つ目、奥の部屋に。てか、この家に入ってから、一軒目であんなに、ね、すべての部屋にいた女の子が全く姿を現さない。まあね、あの家の子だよって言われたらそれまでないけど、多分違うと思うね。あの女の子が何かしらの鍵を握ってると思われるんだけど、え、てか、なんかど真ん中にベッドでちょっと不気味じゃない？お。これは？ Wait here？ 待ってて。え、やだよ、待たないよ。え、なに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 、怖い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 。なんか、何か近づいてくる？何かがやってくるの？じゃ、はい、右側へ。なんか急激に、え、急激にキッチンになった。え、待って、これ、さっき女の子が話しよったロボットじゃない？エラーが出たよ。なに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 ？エラー。てか、なんかさっきまでさ、同じような部屋が延々と続いとったのに、急にキッチンになった。なんかそれも、それすらも不気味に感じてしまうんやけど。え、どうしたの？エラー？助かったんかな、私。え、そういうことじゃないんかな？え、どういうこと？ はい、それじゃあちょっと、2階へ。何？ライブハウス？え、ちょ、何？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  いや、ライブハウスじゃないの。何？この無造作に置かれた椅子たち。え、ちょ、なんか椅子の主張が激しいんやけど。これ座って歌うんかな？え、でもこっちにも、何？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 迷路？お？この部屋にはメッセージがない。お？メッセージがないぞ。なんや、この部屋は。椅子の主張がめちゃくちゃ激しいんやけど。これをね、椅子に座って歌うんかなって思ったら、ね、こっち側にもね、横からもなんか歌ってくるし。ということは、なんかめっちゃ混乱してきたぞ。はい、そして地下へ。うわ、びっくりした。ちょ、ハニーは。ハニワにビビる。なんか、喫茶店？喫茶店だな。なんか、この家急激に雰囲気違うね。あ、そしてここも別にメッセージはない。ハニワたちが経営する喫茶店なんかな。なんかね、まあ、暗いけど、暗いけど、明かりさえ灯せば普通に綺麗な感じのカフェやんね。どうも。ハニワさんたちどうも。でもそんな奥にケーキ置かれてたらお客さん取れないんだけど。バイキング式ではないの。とりあえず、ま、右側の部屋と、あと2階地下以外の雰囲気は、まあ、1軒目と同じやったかなっていう感じかな。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。